はい、こんにちは。包丁のこと、あれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。今日は、私立的になっている包丁の仕入れに関して、いつものようにお伝えしていきたいなと思ってます。まあでもなかなか頻繁に包丁の中古が出てくるっていうようなものでもないので、ここ3週間ぐらいですかね、少しずつ溜まっていった包丁や砥石を紹介していきたいなというふうに思ってます。 今日はこちらの包丁が8本で、砥石が2個ですね。まず一番のお宝ゲットはこちらの包丁なんですけれども、タダでいただけるおじさんからこちらの3本はいただいたんですけれども、こちら結構いい包丁でして、岡山県の新見市というところにある武田刃物さんというところの万能包丁ですね。青しのスーパーといういい鋼が使われていまして、 伝統的な手打ちで作られてる質の良い包丁ですね。海外でもすごく人気があって、持ち手はメープルですかね、八角で。で結構品薄で入手できないんですよね、この包丁。タダでいただいちゃいました。ラッキーですね。こちらの2本はもう危ないから全部持ってってくれっていうことなので、こちらはまあ赤孫六ですね、岐阜県の。家庭用で使いやすいので、多く出回る包丁になってます。 続いて、こちらの4本は、正本ですね。こちらもと総本店が2本。で、築地の正本が2本。もうサビサビです、この包丁なんて。ちょっと磨くのに勇気がいるぐらいサビてます。でも、正元の包丁は、海外とか結構人気があるので、この手の包丁でも意外と根がついちゃうんですよね。まあ、だいぶ使用感ありますけど、こう曲がっちゃって、 これももう目が見えなくなる感じで。後ろに青鋼とあるんで。うん、物はいいんですけどね。値がつくでしょうかね。一応3500円でいただきました。トイでちょっとメンテナンスして1万円ぐらいで売れればいいかなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。あとはこちらの日本橋キア、ヨシヒサというブランドのデバ包丁です。こちらはですね、別の方がなんかやめたんですよね、買うのを。 なので、すかさずキープして1500円でいただいたものになります。少し錆びてますけど、ほとんど使われていなかったんじゃないでしょうかね。新品で買うと2万20円とかっていう感じの値段がついてます。こちらのヨシッサブランドはここの口金がプラスチックなんですよね。もう一つ上のランクのイズツキというのが水牛になってまして、値段が8000円ぐらい高いんでしょうかね。2万8000円ちょっとすると思います。はい、そんな包丁ですね。 はい、最後にこちらの天然砥石二つ、それぞれ別のところで買ったものなんですけれども、この左側が1000円、で右側がなんと100円でした。これはもう洗って綺麗にしている状態なんですけれども、いただいた時は汚れてほこりまみれで、ただの本当石の塊みたいな感じでしたけどね。おそらく、 京都の青戸かなと思うんですよね。これ私の家に持ってる青戸なんですけど、ちょっとこう目の感じが似てるんですよね。なので京都かなと思ってるんですけれども、なかなか天然砥石難しいですよね。現在ちょっと取れるところも少なくなってきて、貴重品ということなんですけれども、産地を見分けたりするのが難しいかなという感じです。で、ニコトも、こう、痛目と摩擦目があるんですけれども、 中戸石はサめで切られているので、実はちょっと割れやすいんですよね。これももう見えますかね。亀裂が入って、裏なんかももう割れかけちゃってるんですけど、こちらも斜めに亀裂が入って割れかけているので、先ほどのこの砥石みたいに下周で養生してあげた方がいいというふうに一般的に言われています。 まあもうぶつけたりしたら一発で割れそうですもんね。ちょっと割れる前に私も養生してみようかなというふうに思ってます。ということで今回の仕入れは合計で6100円ですかね。まあこちらの包丁が一番の収穫でしたけれども、まあネットで2、3万ぐらいはつくんじゃないかなと思いますね。なのでもうほとんど儲けちゃってるかなっていう感じなんですけれども、また別の動画で トイレ見たり、磨いてみたりっていうのはお伝えしていこうかなと思ってますので、ぜひお楽しみにしてください。あと、ま、先日どれぐらい包丁持ってるんですかというようなコメントをいただいたんですけれども、私自身もちょっと数えたことがなくてですね。一応またそんな動画も機会があればお伝えしていきたいなと思ってますので、楽しみにしておいてください。ということで、今回の動画は終了いたします。いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。 何かご質問等あればお気軽にコメント欄にお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。